はい。皆さん、こんにちは。マンダリグルビッシュです。では、今回は、ハーツオーバー炎を日本民主主義国家へ、続きをプレイしていきたいと思います。第二次世界大戦期はですね、日本は、まあ、いわゆる軍国主義だったと思うんですけども、これを民主主義に大きく舵を変更して、民主主義国家として、このね、第二次世界大戦を生き抜いていこうというプレイコンセプトになります。すでに前回までに民主主義に国体を変更して、今の首相はですね、片山さんになっています。で、軍国主義ではない、まあ、つまりね、軍政権でないとはいえですね、世界は今、戦争に向けて、どんどんと突き進んでいる状態なので、まあ、日本もね、民主主義の中であったとしても、戦争準備はしっかりしておきたいというふうに思っています。そのため、今の国家方針はですね、日本が誇る冷戦、これの開発をね、進めるための方針をとっています。70日後に三菱重工業が開発した冷戦、これのね、国家方針が完了するというところまで進んでいます。で、空母は今4隻体制になっているんですけども、各空母、格納庫のサイズがですね、まあ、あんまり大きくなくて、今だとですね、格納庫のサイズが、まあ、60なんですね。まあ、そもそも飛行機がちょっと足りていないというのはあるんですけども、格納庫のサイズが60、まあ、つまり60機しか積めないという状態で、第二次世界大戦後期、アメリカ軍が投入してきたエセックス級はね、100機を超える艦載機数を誇っていたものに比べると、どうしてもね、艦載機数、まあ、つまり空母としての戦闘力が少し見劣りするので、これを少しずつ改装してですね、中型の空母から大型の空母というものに変えて、海軍国家、空母国家という日本に作り変えていきたいというふうに思っています。そのためには、まずはですね、この海軍の経験値ある程度数欲しいので、石油を使うんですけども、第一機動部隊、ここに対して、まずは、海軍の演習を行って、経験値を稼いできてもらいたいと思います。では、時間を進めていきましょう。ドイツがメーメルを要求ですね。これで、まあ、ドイツが、ヨーロッパで、戦争路線を突き進むというのがね、さらに先鋭化してきたのかなと。いうふうに思います。今の日本の置かれている海軍の状況なんですけども、いわゆる海軍軍縮条約、これがまだ生きていてですね、確か553だったと思うんですけども、アメリカ、イギリスが海軍の戦力5に対して、日本は3というね、大型艦の保有の割合だったと思います。ちょっと違ってたら訂正お願いします。というのもあって、まあ、先ほどお話した空母はね、数を増やすよりかは、空母単艦の、まあ、性能をね、アップグレードしていくっていうね、方式を取っていきたいと思います。いずれ、この海軍軍縮条約は形骸化され、まあ、撤廃されるのは確実だと思うので、その時にはね、我々もさらに空母を作っていこうかなというふうには思っています。さあ、ここは中国大陸で大きく動きがありましたね。っていう話をしていると、早くも海軍軍縮条約が廃棄されたな。これによって、まあ我々としてもどうでしょうね。空母をさらに作っていくという選択肢がありかもしれませんね。GA マップ確認します。まあ、いわゆる中華民国が連合国側、つまり日本やイギリス側に加わりましたね。中国共産党を早めに潰しておきたいよな、本来だったらね。アメリカはまだね、どこにも属してないのかなと思います。そして、フランスから、そしてイギリスから参戦要求が来たか。ついにこの日本も戦争に入るわけだな。今の戦争の状況、見ておきたいんですけども、まあ、イギリスがすでにね、戦争状態に入っていると。さらにフランスも戦争状態に入っているというところなので、我々もここに突っ込んでいくというところになりますね。さあ、戦争の状況なんですけども、まあ、枢軸国側に満州が入った。まあ、日本はね、満州から撤退しましたけども、そこが枢軸国、つまりドイツ側に組みした。一方、中華民国は、イギリス、フランスの連合国側に組みしたということで、今まさにこの中国大陸が戦争の最前線になってますね。
まあ、枢軸国と我々の接点で言うと、実はですね、大連、ここが枢軸国と接点になっているので、参戦した場合はいきなり最前線ということになりますね。参戦する前にちょっと戦力を確認しておきましょう。でまず遠征の一軍と書いてますけども、この遠征の一軍が今最前線の一つ形成してます。ここしっかりと前線を引いておきましょう。でさらにここにもね、別に軍を一つ起こしておきましょう。藤江さんをアサインして、藤江さんがここで前線の指揮を取れるよう、ここにも線を引っ張っておきます。で、あとはですね、日本本土の9師団、本土防衛軍として別に10師団、そして離島防衛軍として7師団用意してますね。まあ、これいずれも数が足りていない状態ではありますが、まずは枢軸国と連合国のこの戦争に我々も突入をしていきます。これで戦争に突入です。見ておくと、蒙古と、まあ、旧満州にあたる帝国関東州、これがドイツ側に入ってますね。連合国と枢軸国っていう括りで言うと圧倒的に連合国の方が数は多いですが、まあ、ドイツ軍強いですからね。ここはこの参戦が間違いじゃなかったと信じましょう。まあ、積極的にね、前に出ることはせずに防衛に専念します。中国共産党も連合国側か、ちょっと微妙だな。ちょっと待ってね、そうこうしてる間にイギリス軍がいきなり侵攻戦か。ちょっと自分らも領土的な野心は見せたいな。はい、冷戦の外圧が完了しましたね。これによって冷戦の生産が可能な状態になりました。ちょっと後で冷戦のね、性能は見ておきましょうか。あとは航空機関連、さらにねアップデートをかけていきます。今この艦長戦闘機、まあいわゆる96式の艦船になっているんですけども、この96式の艦船をね、0式の艦船へと変えていきましょう。だいぶ変わりますね。0式の艦船、まあいわゆる0戦、0戦はこの後少し数を増やしていきましょう。あと艦上の攻撃機もね、生産数を増やしていきます。戦争の状況も確認しましょう。まずドイツに加えてイタリアもね、枢軸国側に入ってます。ここに日本が入っていたかと思うとちょっとゾッとしますね。さらにソ連、これもね枢軸国、つまりドイツとイタリア側に対して戦線を布告しています。ソ連、ムッソリーニですね、彼が不可侵条約の締結を望んできているというので、まあ、日ソ不可侵条約にいいイメージは全くないですが、ここは日ソ不可侵条約を一度結んでおきたいと思います。今ちょっとアナウンスみたいなね流れてると思います。でこれはですね、ダウンロードコンテンツ優勝だったかなと思うんですけども、あのこういうねアナウンスが流れるっていう音声パックみたいなものが販売されていたので、まあ雰囲気がね出るかなと思って購入してみました。ハーツオバヤンフォアでこの5年間の中では多分一番長くプレイをしているゲームだと思うので、あのこういうね細やかなダウンロードコンテンツとか出てくれると地味に嬉しくて買ってしまうんですよね。さあ研究の方なんですけども、装備転換ボーナスの後はですね、この1940年型の空母、これの船体の開発に入りました。これをやっぱりこの戦争では中心に使っていきたい空母として開発してですね、開発完了後に、空母はね順次この形へと改装していきたいと思います。
まあ、スペック的には全体的に航続距離とか、ね、最高速度も上がってますね。でカスタムできる項目も増えますので、これによってですね、搭載できる航空機、まあ、具体的にはね、冷戦になると思いますけども、冷戦、あとは観光艦爆、これをね増やしていくことができるのかなというふうに思っています。こんな感じですね。 3D モデルでいうとやっぱかっこいいよな。昔はね、空母ってあんまり好きじゃなかったんですけどね、見た目がこんな、まあ言ってみれば板がねついてるようなのっぺりしたような形ですからね、あんまり好きじゃなかったんですけども、今は空母が一番好きな大好物になりましたね。ちなみに戦艦でいうとですね、 3D モデルというとこんな感じです。この後はポーランドがドイツの標的になりそうですね。ポーランドが連合国に加盟、同時にドイツがポーランドに対して宣戦を布告しています。さあ艦隊の方なんですけども、まずですね、まあ、軽空母扱いになっていた龍城がもう少しで双竜型の空母に改装された状態で戻ってきます。今ね、画面上では 99.8% まで来てますけども、これ 100% になったら改装が完了しますので、改装が完了したこの時点で一度イタリア近海にこの空母をね派遣してみようかなというふうに思っています。なので小沢治三郎さんが率いるこの空母艦隊を一度ですね派遣して、この日本国の空母の力をね確認していきましょう。イタリア近海に派遣してみます。まだ残念ながら艦載機の数が十分とは確かに言えないんですけども、まあ、いつまでもこの状態というわけにもいかないですからね。ではここからはしばらく護衛艦なんかも作っていきます。駆逐艦とか巡洋艦ですね。はい、ここでイタリア海軍とですね日本軍が割と大きな戦闘に発展しそうです。ちょっとこれはねじっくり見たいですよね。どういう戦闘になるか。イギリス軍と日本軍のね連合艦隊っていう感じですね。まあいわゆる連合艦隊というよりかは複数国家のね、連合という意味になります。ワルシャワが陥落が早いな。これでドイツがまた一歩ね抜きん出た形ですね。イギリス軍の方は空母はなしだな。それでもどうだろう、これを見る限りイタリア海軍がまずはイギリス海軍駆逐艦を一隻、そしてなんと日本軍の駆逐艦三隻ですね。さつき、文月、長月、三隻失ってますね。クルーザーも失ったのか。従順、ユラも失ってますね。そうか。やるな。ちょっとここで、まあ、主力艦にダメージは出てないと思いますけども、まあ、残念ながら、海戦で敗れた形ですね。うわ。潜水艦も失ったのか。これは思ったよりも手強いな。増強するために一度、戻りましょうか。クレド海軍交渉に戻ります。ポーランドは降伏してますね。いや総流も多少はダメージ受けてますね。まあここは機動部隊として空母を失わなかっただけ良しとして、まあ失った護衛艦を少し作ってですねまた機動部隊として地中海に進出できるように、尽力しましょう。艦載機の数がやっぱりちょっと足りてなかったっていう反省点はありますけどね。ここで見ると戦闘機が12分の6、まあ撃墜されたものが2機ありましたけども、まあそれでもやっぱりもともと足りてなかったのかなっていうところですね。赤城、あと双竜がこちらになります。双竜の方もねマックス60機に対して残念ながら今48しか搭載できていなかったというのももしかしたらあったのかなと
という反省点はありますね。はい、ではいい時間になりましたので、今回はね、日本軍地中海に向けて空母艦隊機動部隊を出撃させるというところまでプレーをしたんですが、まあ、残念ながらイタリア海軍に返るうちにあってしまったというところになります。まあ、ただこの後続々とね、新しい新型の航空機も量産体制に入ってくると思いますし、あと生産体制でいうとですね、まあ、空母の数4隻と揃ったんですけども、さらにこの後双竜クラスが1隻、さらに随砲クラスが1隻と、ロールアウトしていきます。駆逐艦もね、そして巡洋艦も作っていきますので、さらに艦隊を増強して、完全なる海軍国家を目指していこうと思います。